北国新聞ニュースをお伝えします県内では昨日新型コロナの新たな陽性者が確認されず19日ぶりに感染者がゼロになりました石川県の発表によりますと昨日午前10時までに59件の検査が実施されましたが結果はすべて陰性でした感染者がゼロになったのは今月6日以来19日ぶりです また、二人が退院し、入院療養中の患者は二十四人になりました。これによって、感染状況などを示す石川県の指標四項目のうち。病床使用率は二点零パーセントと、一昨日に比べて下がりました。一週間の新規感染者数も一人減って、二十人になりました。感染経路不明者と重症の病床使用率は。 変わりませんでした今の感染状況について石川県の担当者は油断はできない基本的な対策を講じてほしいと呼びかけています金沢出身の演出家によるミュージカルショーのオーディションが昨日金沢市内で行われ出演を目指す地元ダンサーたちが実力をアピールしました このミュージカルは元劇団四季のトップダンサーで振付師としても活躍する加藤圭司さんがが演演出して来年3月に公演が行われますその地元出演者を決めるオーディションが昨日北国新聞赤羽ホールで行われ書類審査を通過した10代から40代までの16人が参加しダンスと歌で実力をアピールしました。 このうちダンスの審査では加藤さんがミュージカルドリームガールズのムーブの振りを踊ってみせ参加者はその場で振りを覚えて披露する形で行われましたまた歌については加藤さんのほかミュージカルイベントに共演する女優の山崎芳美さんと落語家の三遊亭キュートさんがリモートで審査を進めました 合格したダンサーは、3月13日に北国新聞赤羽ホールで開催されるソングダンス×ミュージカル落語に出演します。金沢市の中村町小学校でおととい、子どもたちが無労再生作詞による効果を筆でしたため、書に仕上げました。再生は、 中村町工科の千日町で幼少期を過ごした縁で小学校の高科を作詞ししました金沢市増泉二丁目で書道教室を開いている卒業生の増井大樹さん35歳は小学校2年の長女あやめさんから「歌詞の意味がよくわからない」と聞いたことをきっかけに高科の歌詞を書にすることを考えました。 中村町小学校の1年生から5年生まで16人はおととい学校に集まりましたそして増井さんの手ほどきで「母校の机古びゆき」「手ずれの後も懐かしく」などの歌詞を一節ずつ分担して筆を走らせました効果は2メートル四方の書に仕上げられ参加したある女の子は「 みんなで一つの作品を作るのが楽しかったと振り返りました県産の高級武道ルビーロマンの生産農家が昨日栽培講習会を開き来シーズンの出荷に向けて意欲を新たにしましたルビーロマンの栽培講習会は河北市にある県佐久市農業研究センターで開かれ 生産者で作る研究会に所属する農家およそ50人が参加しましたセンターの研究員は衰弱した枝を切り落とすタイミングなどを実践を交えて解説したほか苗木を植えるのに適した場所や若木の育成方法などを説明しました講習会の冒頭では今シーズンの報告がありルビーロマンを出荷した生産者が95人で 業務用や加工用含む販売額は1億6,801万円と過去最高になりました。白山警察署などが昨日、歩行者を交通事故から守る野の市内のモデル路線で安全運転を呼びかけました。野の市市阿波田五丁目の指導で行われた活動には、 白山警察署の谷口剛所長をはじめ白山の野々市安全運転管理者協議会の大深信久会長など20人が参加しましたこの道路は歩行者を事故から守る歩行者保護モデル路線に指定されています。参加者はハンドプレートを掲げてライト点灯や全席シートベルト携帯電話運転中禁止 などをドライバーに訴えました。石川県警音楽隊が来月二十八日の定期演奏会に向けて。練習に励んでいます。県警音楽隊は県警察本部や。金沢市内三カ所の警察署。それに白山、津幡署の警察官。二十九人が隊員で。 イベントや防犯コンサートなどに出演しています定期演奏会は新型コロナの影響で3年ぶりの開催になるため隊員たちは美しい音色を届けようと音合わせなどに励んでいます音楽隊の小沼純一学長は警察を身近に感じてもらえるよう幅広い世代が楽しめる音楽を届けたいと話しています 定期演奏会は来月二十八日に金沢市の本田の森ホールで開かれます。入場は無料ですが、来月一日までに県警本部広報室へ申し込む必要があります。